いやー、大人の夏コーデって難しいよな。暑いからそんなにたくさんの服重ね着できないから、コーディネートもついつい単調になりがちなんだよな。だからといって結構盛りすぎちゃうと気ざったらしい格好になっちゃうし、シンプルにすぎるとなんかそっけなくておじさんっぽく見えがちだし、このあたりの塩梅が難しいんだよな。誰か NG 例と OK 例を出しながら分かりやすく夏コーデ解説してくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人の夏の NGコーデ2000、OK コーデまで解説しますというテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通り、夏コーデはですね、悩まれている方多いかなと思います。そもそも暑すぎて自分のファッションについて考えるですね、余裕がない方はもう少なくないかなと思うんですね。僕自身もそうです。やっぱりですね、暑すぎるとあんまり服のことを考えたくなくなってしまうので、本格的な夏を迎える前にある程度ですね、こういった着こなしが NG で、じゃあこうすればいいんだというところを押さえておくとすごく便利かなと思うんですね。特に大人の着こなしって失敗しがちなポイントが2つぐらいあるかなと思うので、今回はそのあたりをですね、 NG 例として僕のですね、知人の2人をご紹介しながらですね、しっかりめに解説をしたいなと思います。また NG 例だけを見せてもですね、親切じゃないので、それをどう変えれば大人っぽい夏コーデになるのか、このあたりも含めてしっかりめに解説をしたいなと思いますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思います。皆さんからいただいたコメントをですね、見てみるとですね、ある方の登場をですね、結構楽しみにしてる方も多いかなと思うので、今回はですね、声かけてみましたので、ぜひ楽しみに見ていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの件をですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。皆さんこんにちは、ご無沙汰してます、木澤山俊です。今日は僕のですね、夏コーデを皆さんにご紹介できればなと思っております。今日の着こなしのテーマなんですが、やはりですね、セクシー&ワイルドというところで着こなしを組んでみました。まず上半身ですね、 T シャツに関してはやはり体のラインですね、これが最大のポイントで、服を着る前の体作りから僕のですね、ファッションは始まります。夏に向けて筋トレの量をですね、ちょっと調節をしまして、なるべくですね、タイトな服が似合うような体作りを行ってきました。 T シャツはその体のラインが綺麗に見えるようにですね、なるべくタイトなシルエットにしています。袖丈の長さは短めこそが至高です。そして V ネックですね、丸首の T シャツは僕の性には合わないので、やはり深めの V ネック、これが最大のポイントになってきます。この V ネックの深さこそ僕にとってはこだわりなので、1ミリでも深くしたいということで、去年よりですね 0.1 ミリですね、こちら深くしております。そしてボトムスに関してはですね、やはり好きにですね、なるべく足が鬱血するぐらいタイトなものを選ぶようにしていまして、夏だとですね、タイツのように張り付いて暑いんですが、おしゃれは我慢ということで、このタイトさをですね、今年も僕は貫いていきたいなと思います。やはりですね、ただのデニムだとおっさん臭さが出てしまうので、このダメージですね、このあたりが非常に重要になってくるかなと思っていまして、かなりダメージが強いものを選んでおります。夏の着こなしはシンプルかつダメージ、これがすごく大事かなと思っております。そして足元なんですが、今回新しく新調したのがビットローファーというものなんですが、表面の光沢感も美しく、そしてかかとの部分を見てもらうとサンダルタイプになっているんですね。このあたりも完璧なバランスなので、個人的にも非常に気に入っているポイントです。このような形でタイト&ワイルドにですね、今回組み立ててみましたが、いかがでしょうか。ぜひ皆さんも一つを参考にしていただければなと思っています。はい、ということでですね、茶番はこのあたりにしまして、今回 NG 例としてですね、久々に木澤山さんに登場してもらったわけなんですが、結構やりすぎぐらいにですね、誇張したわけなんですが、僕たち大人世代はですね、2000年代結構タイトなシルエットの服を着てる方が多かったかなと思います。その影響で未だにですね、割とこうぴったりとしたサイズのものを着てる方もいらっしゃるんですが、まずは T シャツですね、僕も恥ずかしいぐらいですね、タイトなものを着てるわけなんですが、この体のラインがピチッと出るのはですね、痩せ型の方だったらなんとか似合わなくもないんですが、時代の雰囲気とはちょっと合わないので、キザっぽく見えてしまうかなと思います。あと木澤山さんが言ってたようにですね、この V ネック、深ければ深いほどいいと言ってましたが、これ深ければ深いほどですね、チャラく見えるのでなかなか難しいので、丸首の方がいいんじゃないのかなと思います。あとはデニムもですね、こうダメージ入ってるものはなかなか難しいですよね。時々流行ったりはするんですが、やっぱり僕ら大人世代には難しくて、10代20代の世代でたまに流行った時なんかには綺麗に履けるかなと思うんですが、大人世代にはちょっと相性が良くないかなと思いますね。あとはこう見るからに暑そうなこのタイトさというのもちょっと今の時代には合わないかなと思います。さらには足元の靴ですね、これもですね、ちょっとこうギラギラ感が強すぎてしまって、涼しげなサンダルタイプではあるんですが、キザさが強く出てしまうので、これも難しいかなと思うので、ちょっとこれをですね、着替えて今っぽい着こなしに変えてみたいと思います。
。それでは早速行ってみましょう。よいしょ、ということで実際に着替えてみましたがいかがでしょうか。だいぶ先ほどから雰囲気は変わってると思うので1点ずつ解説をしていきたいなと思うんですが、まあ、木材山さんのですねちょっとこうセクシー路線というところをガライと変えてしまうのではなくて、まあ、ある程度大人っぽくてちょっとシャープな部分はですね活かしながらコーディネートを組んでみました。まず上半身なんですが、木材山スタイルだと V ネックでタイトな白 T を着ていましたが、今回はですねブラックの丸首 T シャツを着てみました。意外とですねこの T シャツというのが使いやすくて、夏の定番的な T シャツというと白 T ですね、これを着る方が多いんですが、その中で色をブラックにすることで結構シャープな印象になって着こなしが引き締まるんですね。あとはですね着てる方の割合で言うと白 T の方が圧倒的に多いので、その点でもですね違いが出しやすいんですね。サイズ感に関しては適度なゆとりは持たせています。袖の長さも全然違って腕の関節ぐらいの長さですし、袖の幅もですねちょっとゆとりがあります。身幅もですね適度なゆとりがあって、まあ、これぐらいの方がかえって暑苦しく見えないんですね。タイトなものの方がやっぱりですね見てても暑苦しさが出てしまうんですが、適度なゆとりというのは大人っぽさも出してくれますし涼しげな感じになるので、色が重たい分ちょっとこのような少し緩さは出してもいいのかなと思っています。そしてボトムスなんですが、木材山さんはダメージデニムでタイトなものを履いていましたが、僕が履いているものはですね同じくデニムの系統になるんですがスラックス調のものですね。センタープレスが効いていて少し綺麗めに見えるようなものを選んでいます。僕はデニムはあんまり履かないんですけども、こういったスラックスタイプのものが意外と大人世代には似合いやすいかなと思ってるんですね。まあ、シルエットは適度にゆとりはあるんですが、膝から下テーパードは効いてるのでそんなに太すぎないものを選んでいただければ結構大人のスタイリングにもですねデニムスラックスは合いやすいかなと思っています。そして足元なんですが、木材山さんは結構ですねギラギラに光ったレザー風のサンダルを履いていたわけなんですが、まあ、同じですねレザーのサンダルというジャンルの中でもこういったグルカサンダルの方が今のトレンドというところにも相性が良かったりしますので、こういったものに今回は変えています。かなりシンプルなスタイリングではあるんですが、木材山さんのですね2000年代を彷彿とさせるようなタイトなセクシーさではなくて、まあ今着てもですね違和感ないような色のシャープさを持たせながらのコーディネートなんですが、結構大人世代にも使いやすいかなと思うので、よかったら皆さんもですね一つの参考にしていただきたいなと思っています。今僕は T シャツ着ていますが、例えば上がですねブラックのポロシャツとかそういったものでも相性が良かったりするので、そのあたりは皆さんのお手持ちのものでカスタマイズをしていただければなと思っています。続いてはですね僕のチャンネルでもおなじみの普通田さんに登場してもらいたいなと思うので、楽しみにしていただければなと思います。皆さんこんにちは、普通田俊です。今日はですね僕の格好をですね皆さんに解説をしたいなと思います。まあ服なんてあんまり興味もないし関心がないので、ちょっと僕の着こなしを紹介するのもあれなんですけども、まあ、せっかくなんでちょっとお話ができればなと思います。やっぱり夏といったらポロシャツですね。まあ、T シャツもいいんですけども、やっぱりこう襟がついてる方がちょっと小綺麗に見えるかなということでポロシャツを選んでます。でなんか柄がないのも寂しいので、まあ、ちょっとこうなんていうのかな、横線が入ってるやつかな、こういったものをちょっと着てきました。ちょっとヨレヨレで恥ずかしいんですけど、ちょっとこんな感じのものを着てます。で下はですねなんていうのかな、もういつもこれです。もう昔からこれなんですけど、いわゆるこうチノパみたいなやつですかね。これがまあ明るくて夏っぽくていいだろうということで履いてます。まあ特にこだわりはないんですけども、まあ暑いからちょっとこう裾は何回か折ってですね足元を涼しい感じにしてます。で靴はもういつも通りのなんていうのかな、普通のやつです。量販店で買ったやつを履いてきました。まあ、こんな形の着こなしですか、皆さんいかがでしょうか。はい、ということでですね続いて普通田俊さんの着こなしを見ていきたいなと思うんですけども、結構こういったですね、まあ割と普通ではあるんですけども、ちょっと失敗するとやぼったく見えちゃうかなっていう格好してる方は夏でも少なくないかなと思うんですね。まずポロシャツでもねやっぱりこういったものは難しいんですね。そもそもポロシャツというアイテム自体がこういったちょっとこうおじさんっぽく見えがちなイメージってあるかなと思うんですね。なのでポロシャツの中でも明るい色で、なおかつですねこのボーダーも結構大胆な太さで入ってますよね。こうなると結構おじさんっぽく見えちゃうので、色なんかは濃い方がまとまりがいいと思いますし、柄もない方がいいかなと思いますね。表情もちょっとシワっぽい感じになっちゃってるので、このあたりもやや注意が必要かなと思います。あとベージュのチノパン、これ自体は悪くはないんですけども、まあちょっとこの白とベージュという組み合わせ自体がボワッとした割とこう引き締まりのないカラー
コーデになってしまっているので、ちょっとなかなか難しいかなと思います。あとはこの丈の長さですね、微妙にこう折り返して足首ががっつり見えちゃうっていうのも、ちょっと今はあまり流行らない着方になってしまっているので、これも注意が必要かなと思います。まあ、全身を通してかなりカジュアルな雰囲気なので、まあ、大人っぽく見える要素がなくて、どうしてもだらしなさだとか、なんかこうリラックス感強すぎる感じに見えてしまうので、まあ、これをですね別のポロシャツに着替えながら調整をしてみたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。よいしょと着替えていましたが、いかがでしょうか。だいぶまた雰囲気が変わったかなと思います。ベースはポロシャツを使ったコーディネートというところでは、普通田さんのコーデとはあまり大きくは変わらないんですが、でも全体の印象としてはだいぶ変わったかなと思います。まず主役になっているポロシャツなんですが、色はですね、普通田さんはですねちょっと白ベースのボーダー柄、そういったものを着ていましたが、なるべく大人が着るポロシャツというのは色は濃い方が僕は使いやすいかなと思ってるんですね。その点ブラックだとかネイビーをよく使ってたんですが、今回はですねダークグリーンという色を選んでみました。深い色ではあるんですが、少しですねダークグリーンということで色の違いというところが楽しめるので、なかなかいいなと思いました。まあ、今回はですねビューティー&ユースの新作となるですねエアドビーワイドテーパードポロシャツということで、これがねかなり仕上がりが良かったんですね。まあ、ニットポロみたいなものをですね普段は皆さんにご紹介してるんですが、さすがに真夏だと暑いので、まあ、このような軽快な素材感のものを着ていただくとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、ワイドテーパードということでボトムスみたいな表現ですけども、割とこう身幅はしっかりとあるんですが、裾に向かって徐々に細くなるようなシルエットなので、そこまでだらしなく見えることがないので、大人っぽいワイド感を楽しめるような、そんなポロシャツになってるかなと思います。で、普段であればこのポロシャツの下には白 T とかを着てちょっとですね襟元から覗かせるんですが、夏場なのでここはですね白 T は着ないで、内側にはグンゼのインティですね、結構ですね襟ぐりが深いものなので見えないような形で、まあ、素肌に着てるような感じで着てもらってもですね、この時期にはいいんじゃないのかなと思います。今年は結構胸元を見せるような着こなしがちょっとブームにはなってるんですよね。木座山さんじゃないですけども、大人世代であれば少しだけですね覗かせてあげる程度であれば僕は問題がないのかなと思います。そしてボトムスに関しては上半身がダークグリーンということで、ちょっとこう失敗するとやぼったく見えがちな色でもあるので、ブラックで引き締めてみました。非常に簡単なスタイリングですね。これをグレーに変えてあげてもいいし、なんだったら爽やかなホワイトに変えてあげてもいいかなと思うので、このあたりはお好みで調整をしていただきたいなと思っています。シルエットもですね太すぎず細すぎないぐらいが、夏場には風の通り抜けを考えるとちょうどいいかなということで、こちらを履いてみました。で、足元はですね普通田さんは本当に普通のですねキャンバススニーカーを履いていましたが、今回は足元はちょっと軽快にですねビルケンストックのチューリヒというサンダルを履いています。まあ、肌がちょっと見えることで軽快な感じがするんですけども、素材がスウェードなのでちょっと大人っぽくて上品な部分も漂うので、まあ、このような形で全身をコーディネートしてみました。同じポロシャツのコーディネートなんですが、主役となるポロシャツの色とか柄次第で全然見え方が変わってくるんですね。個人的にはポロシャツは色は濃くてなおかつ無地がいいなと思ってまして、あとシルエットもですねタイトになりすぎちゃうと、これまたですね木座山さん的な2000年代ぐらいのポロシャツに見えてしまうので、適度な袖の長さだとか身幅のゆとりが僕はあってもですねいいんじゃないのかなと思ってるんですね。ですのでこういったシルエットで夏のポロシャツは楽しんでいただければなと思います。本当にアイテムを買って着るだけの簡単なコーデなので、再現しやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では夏の NG コーデ2000、正解コーデも教えますというテーマでお届けをさせていただきました。久々にですね木座山さんが出てきてですね、僕自身もですねテンションが上がったんですが、相変わらずですね自分なりのワールドを持っていて、やっぱりあれはあれで悪くない気もするんですよね。ただどうしても世界観が強すぎて万人受けするコーデではないので、まあ、そのあたりはですね今回ご紹介したコーデのようにちょっと大人っぽくて綺麗めの要素を取り入れながらも、やりすぎない程度にですね着こなしを配分していただければ、誰からにも褒められるというのは難しいんですけども、木座山さんのスタイルよりはかなり好感度が高いかなと思うので、よかったらですね参考にしていただければなと思っています。木座山さんも普通田さんもですね僕のですね第三の人格的なところもありまして、同じ一人の人間でもですね着こなしの方向性が変わると全く別人に見えるかなと思うんですね。今の僕自身はファッションが好きで、日々トレンド感を楽しんだりベーシックな部分を楽しんだりしてるわけなんですが、ファッションに行き過ぎたら木座山さんになりました。
し、ファッションに無頓着だったら通田さんみたいになってしまうので、結構自分の見せ方っていうのは大切ですし、一人の自分でも服次第で結構雰囲気が変わるというところが分かっていただけたかなと思います。ぜひ皆さんもですね、ファッションというものを一つのコスプレ感覚でエンタメ感覚で楽しんでいただくと、新たな自分に出会えるかなと思うので、今回の動画を参考にしながらですね、ご自身なりのビフォーアフターも楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がないという方のためにですね、オンラインサロンというのもやっています。こちらは動画じゃなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをですね、リアルタイムでどんどん配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、毎日ですね、いろんな類のですね、記事を読むことができるので、こちらも気になる方はですね、概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。